若い女性のシエスタ・シエスタは、昼休憩を指す言葉である。本来、シエスタという言葉は、ラテン語のホラ・セスタにおけるセスタを由来とする。すなわち、日の出を基準として、第6時、つまり、おおよそ正午あたりの時間帯の意味である。ポルトガル語では、同語源の語でセスタと呼ばれる。シエスタは単なる昼寝を意味するものではなく、長い昼休みに何をしても良いということである。 つまり、起きていてもシエスタである。男性のシエスタを描いた、が伝統的なスペインの昼食の時間は、日本よりも遅い。しっかりした食事をとった後に小水となる。昼下がりの時間帯が、シエスタ時間である。この時間帯は、商店、企業、観光庁などの多くが、休業時間となっており、しばしば事情を知らない、外国人旅行者が戸惑うことになる。 オフィスワークの場合、シエスタの後は再び仕事に戻る。昼食と同様、夕食も日本よりも遅く、就寝時刻も遅い。しかし、朝は早い。つまり、シエスタをするからといって、睡眠型にはならない。睡眠時間の合計は、シエスタなしの生活様式と大差ない。EU 統合によって、北の諸国の習慣に合わせて、 シエスタの監修を廃止する傾向が見られる。例えば、2006年1月1日より、スペインの公務員については、シエスタ制度が廃止された。スペインでは日差しを回避するために、以下に述べるような独自の習慣がある。スペインの旧植民地であるアルゼンチンにもシエスタの習慣が存在する。アルゼンチンのシエスタの時間帯は、基本的に午後1時午後4時である。 仕事をするのは午前8時正午と午後4時午後8時が一般的である。ただし、首都ブエノスアイレスの中産階級の職場では、執務時間として国際的な午前9時午後5時にしていることが多い。2011年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生すると全国的に電力危機が生じた。このため、岐阜県庁では13時15時に受ける。 電力使用量を例年比で20%削減することを目指し、同年6月に節電を目的としたシエスタを導入した。兵庫県加古川市にある加古川中学校では午後の授業に集中できるようシエスタが導入されている。一般的に人間のサーカディアンリズムは午前中は上昇、正午頃が最も高く午後2から3時頃にかけて活性が低下する。 午後4時過ぎに、再び上昇に転じて、数時間活性化した後、就寝時間に向けて、再び低下、就寝中の深夜2から3時に最低となる。心身の活性が低い午後の2から3時を、睡眠時間に当てることは、合理的な行動である。この時間帯は、交通事故が起こる頻度も上昇する。五水の習慣は、中国、インドベトナムなどの熱帯、亜熱帯地域や、 地中海性気候である地中海沿岸のギリシャイタリア、中東、北アフリカでも一般的に見られる。ありがとうございます。